大喧嘩したから。
精神的にじゃないよ、肉体的に。マジで。で、じゃあ、出て生放送が始まって、私がこうやって、わー、出してお健康ってしようとしたら、パンプスなんて履いてるもんだからさ、しかも、下がね、雨で濡れてたのよ。雨やんだ後だったから、お健康って言ったら、ずーっと滑って、ボーンって言って、骨折。朝から生放送で、おかまが悶絶してるやつが流れたのよ。報道センターの田中さん、いけるか。だから、もうやめてやる、やめてやると思っても、本当にやめようって言って、6月終わったらもうやめようと思って、はい、やっと7月やめようと思ったら、この間。またイベントが来てね。7月にね、また仕事が決まったのこのキャラで、私ですね、7月17日にですね、茨城県は境町でこの格好でイカダレースに参加するようになるので、頑張ってここまであるなら頑張ってやろうと思いました。でもせっかくやるんだったら、もうみんなにこのキャラ広めてもらいたいから、1丁目2丁目3丁目覚えてもらいたいんですよ。もう最後みんなで大合唱して終わりにしましょう。3吐いていくわよ。3吐い1丁目2丁目3丁目